とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ今日も妖怪学園 YY 学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。今日はね、正月に公式サイトの方でね、発表されたお年玉のパスワード入れたいと思います。パスワードじゃないね、合言葉だね。これ、入手してない人は一緒に入手してみましょう。ヒポハポガンジツドンです。どういう意味なんだろう。まあとりあえず入力してみるね。はい、これだね。ヒポハポガンジツドン。元日だから正月ってことだよね。ドン、わかんない。ヒポハポ、まあ意味はないのかな。別に後ろからとか途中から読んでもあんまり意味はなさそうなんだよね。はい、では OK します。さあ何がもらえる。金の金屋君人形です。はい、まあまあ正月らしいアイテムだったね。まあ俺お金あり余ってるから別にいらないんだけども、まあ最初の頃には嬉しいんじゃないでしょうか。金の金屋くんは結構高かったんで、まだね、最近この妖怪学園 Y を買ったっていう人はすごく嬉しいプレゼントになるのではないでしょうか。はい、まあまあ正月だからね、もうちょっと、お年玉的なやつをもらいたかったな。うん、金の人形と、あとガシャコインと、あとプラスアルファアイテムとかね、そういうのも欲しかったけども、まあ一つみたいです。はい、まあ入力まだっていう人はこの機にね、やってみてください。そしてクリスマスにもプレゼントがあったのよ。そのね、合言葉も入力してない人はこの日に入力するようにしてみてください。何個か前のね動画を振り返るとあると思うのでよろしくお願いします。ではですね、またね出していくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいやー。